どうもこんにちは、陽平です。今日はですね、5月の購入品を紹介したいと思います。2つ購入したんですけども、もうね、まあ、サムネでバレていると思うんですけども、購入品を紹介させてもらった後に、このアイテムを使ったコーデもねお届けしようかと思っておりますので、まあ、ゆるっと紹介していくので、お時間ありましたらぜひご覧ください。では行ってみましょう。はい、そしたらまずはですね、フルカウントから行こうかな。はい、こちらですね、じゃん、シックスパネル、デニムベースボールキャップ F パッチのインディゴブルーです。フルカウント好きの方でしたら、このキャップはね持っている方多いのではないでしょうか。私はですね、これを買った理由としましては、もうキャップではね大事な、被り心地と、まあ、形の良さだと思います。被り心地なんてね、ちょっと映像だとね伝わりづらいんですけども、被るとこんな感じで、まあ、私のね過去これまで被ってきたキャップにはねないシルエット感でして、まあ、お店でね扱っているブランドさんから出しているキャップでもね、こんな感じのね近い形がなくね、丸みがあって、つばもしっかりアーチがかかった形がね絶妙にねいいじゃないかと感じているんですけども、皆さんどうでしょうか。で、ほんの少しこのキャップの紹介をしたいんですけども、素材はですね、フルカウントではおなじみのジンバブエコットンを使用した、蝶々綿を使用した、糊がついた状態で、使用されているのかな。このね糊のね独特な匂いがありながらも、蝶々綿のこう影響だと思うんですけども、裏地をね触ってみると、しっとりとしたつるっとした感じがあるので、まあ蝶々綿をね感じる瞬間でございます。まあ、これもね経年変化が楽しめると思うんですよ。あの素材がデニム地を使ってるので、徐々にね変わってくると思います。キャップに関しては、まあ、毎日のようにはね被らないと思うんですけども、まあこれまでね被ってきた、まあ、このキャップだったりとかと、このねラインナップ組み込んでね、毎日こうローテーションで、被っていこうかななんて思ってます。まあ、特に経年変化が起きそうな部分としては、このつばのあたりが、まあ、変化が起こりそうな気がしてます。で、形はあの1950年代のキャップを、モチーフにしているとのことなので、オフィシャルホームページの説明だと、浅めでつばが長いと説明されているんですけども、まあ、個人的にはね深さに関してはね、まあ、浅からず深からずといった感じの深さじゃないかなっていうふうに思っているんですけど、どうでしょうか。つばはねしっかり固めな感じの仕上がりっていう感じです。あとはこの F の部分ですね、どうやらこの F のワッペンは、まあ、デジタル化されていない、まあ、1900年頃のフォントらしいので、少しねこういびつな形が、まあ、可愛い感じかなと思います。でね、これはねすげえ後付けなんですけど、完全に、私の背景でしかないんですが、まあ、フルカウントの F は当店のファースト&スタジアムファーストの F でもあるんですよね。まあなんでねこれをこう被るのもね、はい、ありかななんて思っております。はい、まあそんな感じで1点目はこのキャップです。はい、続いてはですね2点目こちらです。はい。ウェアハウスのロット483ネイビーの、オートミール M サイズでございます。前回の動画でですね、お前ネイビーカラーがおすすめって言ってたじゃねえかよってね、思ってくれた方、いつもご視聴ありがとうございます。そう。本当はね、カラー的にはね、ネイビー欲しかったんだけど、マイサイズの M サイズがですね、ちょっとね、瞬く間に、売れてしまいまして、まあ、かろうじて残った、オートミールをね、ゲットさせてもらいました。カラー的には、ネイビーもね、好きなんだけど、まあ、今着ている、こうウェアハウスの S2000XX の色合いと合わせるならね、このオートミールとのね、相性もね、いいんじゃないかなと私は考えています。で、これ。皆さんもゲットされましたよね、おそらく。私がねこうインスタでフォローさせてもらっている方の
投稿で、まあ、スウェットのね投稿されている方もね多く見かけていまして、こう改めてウェアハウスの人気ってすごいなと感じさせられました。まあ、というのは正直ですよ、正直この暖かくなっていくタイミングにスウェット買うことってありますか？事前にですね、私はですね、当店はウェアハウスさんの方から生地の調達や生産者さんの不足などで納品や入荷の遅れが出ていますとね説明受けていたので、遅れているということはね承知していたんですけども、まあこのタイミングで入ってくるかっていう感じだったんですよ。ただね、そんなことはね関係なくねよく動いてるんですよ。なんか秋までは寝かしておきますというようなねこう文言をつけて投稿されている方もいらっしゃったので、なんでしょうね、もう通常の常識を覆すような、商品の売れ方動きを見せているのが、ウェアハウスなんだなとね、改めて本当に思い知らされましたね。で、当店も今はねネイビーとモクグレーの L サイズだけになってるのかな、これもねなくなってしまいそうな勢いですので、もしね気になっている方はですね、当店まだ L サイズはありますので、ぜひゲットしてもらって、この動画を見てサイズ感をね確認してもらえたらと思います。で、以前にもね少し、アイテムの説明はさせてもらっているんですが、これはですね新開発リバーススタイル専用釣り裏起毛で製作されているので、ボディ部分は横折りで表現されていて、脇がですね縦折りの縮みすぎないように縮みを考慮した作りになっているのが特徴で、タグのフォントやデザインを見ると1960年の後期と推測しております。私はですね当時のものを持っていないので、1960年代頃のものはこういった質感だったのかっていう感じでしかないんですけども、実際にこう60年代のものをお持ちの方ってこういらっしゃいますか？それって、生地感ってどんな感じかなっていうふうに純粋な疑問が湧いているんですけども、なんか個人的にはこうリバーススタイルの生地感ってなんかもっとね固めな印象なんですよ。これはねどちらかというとねこうしっとりしている印象なんですよね。なので洗濯をしたら少しはね変化するのかなとね勝手に思っているので、この動画をね作ってからというか発信してから着用して洗濯してみようかと思っています。はい、そんな感じでアイテム紹介は以上なので、続いてはねコーデいきたいと思います。どうぞ。はい、ここまでご覧いただきありがとうございます。いつもですね、私の購入品の動画にお付き合いくださいまして本当にありがとうございます。そしてですねちょっと別の話になってしまうんですが、私のチャンネルもそろそろですね5000人目前に来ておりまして、本当ありがとうございます。もしかしたらですねこの動画が公開されている頃にはですね5000はね超えているかもしれません。はい、なので、私のチャンネルにね登録していただき本当に皆さん本当にありがとうございます。今後ともですね何卒よろしくお願いいたします。はい、本日は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。